皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。女子ワールドカップ、いよいよベスト8が出揃ったね。ここまで各国の実力が拮抗してることがわかる女子ワールドカップだけど、欧州勢を中心にしながらも初めてのベスト8というスペイン、コロンビア。それ以外は前回準優勝国、東京五輪の銀メダル、欧州チャンピオン、欧州3位、開催国、そして日本という顔ぶれ。アメリカをはじめ、ブラジル、ドイツ、カナダらが敗退したものの、やはりどこと対戦しても厳しくなりそうですね。日本はご存知の通り、北欧の強豪のスウェーデンと対戦。同じ体格で勝り堅い守備と安定した実績を誇る強国。前回の2019年ワールドカップでは3位、2021年に行われた東京五輪でも3位、2022年のユーロでも3位。FIFA ランキングにおいても5位以内が普通という強国だね。何よりベスト16でアメリカを無失点に抑えたという実力は疑う余地がありませんね。直近の親善試合の結果を見ても、アウェイでの開催となったオーストラリアには0対4と敗れたものの、同じくベスト8のスペインには1対1、フランスには3対0、そして大国ドイツには0対0、アジア女王の中国には4対1。世界のトップにふさわしい成績を残している。そして日本には東京五輪のベスト8で対戦し3対1と勝利。むむ、しかし日本にとってはリベンジするチャンスが回ってきたとも言えます。まずは日本が東京五輪でいかに戦い、そしていかに負けたか、それを考えるのが最も良いアプローチだよね。ですね、己を知り相手を知る、まずはこっちの敗因は何だったんでしょう？まずはスタメンを見てみよう。ゴールキーパー山下、ディフェンダーの南、熊谷、ウィングバックの清水、中盤には長谷川、杉田。そしてフォワードには田中。ベンチにも今大会活躍している遠藤なども控えている。宮沢や植木といった選手はいませんが、年代も違うとはいえ、顔ぶれが大きく変わっているわけではないですね。そして監督は前任の高倉監督。まずはスウェーデン戦の敗戦後のコメントから。今日のゲームに関してはやはり力のあるスウェーデンとの一発勝負なので、自分たちの武器で戦おうという部分では良い時間帯が作れたかと思いますけど、スウェーデンが非常に良いチームだったので及びませんでした。答えを出すのは難しいですけども、負けたという事実があるので、自分たちの武器以上の何かを持たなければならない。とコメント。高倉監督が目指したのはパスワークやここの技術力や組織力で相手を圧倒するサッカー。しかし、2019年のワールドカップや東京五輪、またその大きな大会に臨む予選や親善試合において、気迫が感じられない勝負していない。という批判は常にあった。あとは難しい時期だったというのも正直あるにはあるんだよね。というと、なでしこ最大の成功といえばやはり2011年のワールドカップ制覇、そして2015年のワールドカップ準優勝、さらに2012年の五輪銀メダル。2大会連続のワールドカップファイナリストは3大会連続のアメリカにトップを譲ってはいるものの、その他はドイツ、日本のみ。なでしこの全盛期というだけではなく、女子サッカー全体で見ても日本が一つの時代を築いていたとも言えますね。つまりその後はなでしこにとって過渡期。リオ五輪の予選ではオーストラリア、中国に敗れ、韓国には引き分け。前回銀メダルの五輪の出場権を逃すという失態を犯してしまい、佐々木監督は退任。そして高倉監督が就任になったんだ。なるほど、世代交代だったり、世界の女子サッカーの成長の波にどう立ち向かうかってところが宿題だったと。2015年に沢が、そしてこの五輪予選を最後に宮間も引退したなでしこは世代交代の真っただ中。その中で推し進めた世代交代は前回の2019年ワールドカップでかなり色濃く出ることになる。33歳のミッドフィルダー川澄、31歳の長里のベテランはもちろんのこと、なでしこリーグで3年連続得点王で昨季 MVP の田中美奈も戦外。得点王かつ MVP を外すというのはかなりやりたいサッカーが明確なのか、それとも他に何か理由があるのか。この時掲げていたパスサッカーに合わないという判断だっただろうけど、2019年のワールドカップはベスト16で敗退。その敗因の一つとも言えるのが強度のある動き。FIFA が公開した2019年のフィジカル分析において、驚くべきことは、11年大会と15年大会では、ほとんど変化はなかったが、19年大会では、あらゆるポジションで高強度のランニングが16から 32% 増加していた。ゲームの進化を感じる。と女子サッカーが2019年から急激に変化していた点を指摘、もちろん国別でもデータが出ていて、日本は1試合あたりの総走行距離、1分あたりの速度とも、出場24チーム中トップクラス。しかし弱点として目立ったのは、時速19キロ以上での総走行距離が24チーム中21位。
つまりよく動いてはいるものの、高速で高い強度のダッシュが3カ国で最低クラスだったってことなんだ。男子サッカーでも動けない選手は使われなくなってきていますが、女子もそうだということですね。動いてはいるけど、いつ全力を出せばいいのか選手がわからない。その間にスタミナを浪費しパスしか回せない。そういう悪循環に陥っていたのかもしれないね。つまりパスサッカーは時代と逆行していたのかも。気迫が感じられない、みたいな批判は強度のある動きができていない、ってことだったのかもしれないですね。しかし志向するサッカーは変わらず、そのまま東京五輪へ。そしてスウェーデンに1対3と大敗してしまうわけだね。そしてもう一つ挙げられるのが戦術面での徹底のなさ。高倉監督は当時のインタビューにて、戦術に縛られず、個人の創造性や技術を重んじている。今は欧州もアメリカもシステマチックで、速いフォワードを前線に3人置いて 4-3-3 の布陣にして1対1やクロスで勝負させることが多い。私は規律を求めすぎて、選手の個性を潰すのがすごく嫌。何かをやっちゃダメとは言わない。選択するのは選手だから。2011年は日本が新しいサッカーの流れをもたらした。世界の多くのチームがやっているものとは違うやり方でもう一度世界一になるのが、私たちの挑戦だと思う。と発言。つまりパスサッカーを標榜しながらも最終的には選手の創造性に任せて試合が行われていたんだね。自分たちのサッカーの最もダメな典型って感じが。そして2011年のなでしこの献身的な動きやハードワークは今見ても心打つものがあるけど、それらを一旦放棄。強豪国には前半の早い段階で失点をするのが定番になり、ハードワークをしたくてもどうしていいのかわからない。こういった戦いぶりは東京五輪後の選手のコメントからもわかる。長くエースとしてチームを支えた岩渕はスウェーデン戦後に、日本のサッカーは上手いという部分はあるかもしれない。けど、もっと戦う部分やゴールに貪欲に行かなければいけない部分の差は、やっぱりあると思う。本当に日本のために頑張りたいと思うのと、今後そういう貪欲な選手がもっと出てきたらいいと思う。結局ボールを持っているだけではゴールが取れない。どこかで仕掛けなければいけない。どこかでチャンスを狙わなければいけない部分に関しては、本当に海外にいるからこそ思いますけど、外国人の選手って本当に貪欲なので、と自身のクラブでの周囲のプレーを比較対象として挙げ、さらに、どこかでミスを恐れて、というのが日本人の悪いところかなと思うので、その部分は悔しいし、変えなければいけなかったですけど、変えられなかった部分かなと思う。と悔しい気持ちを口にした。エースとはいえ、ここまで口にするのはほぼ監督批判に近いよね。ですね。胸が苦しい。そして過去の栄光を知る OB や海外でプレイしていたベテランからもこの戦いぶりについて言及。なでしこのレジェンド、沢は、どれだけの選手が体を張っていたか、失点してしまったシーンも、声が出ていたのかどうか、スライディングをしていたか、すごく疑問に思います。負けていた状況で、誰が声をかけて押し上げて前から守備にガンガン行くか、そういうシーンが全く見れなかった。この試合に欠けているのか、全く伝わらなかった。個人的には、もっと泥臭さ、がむしゃらさを見たい。足を出して、スライディングをして、かわされたらまた立ってスライディングして。みんな上手いのはわかっているので、がむしゃら感、ひたむき感をもっと見たいです。と精神的な面での奮起が必要だと言及し、元日本代表の長里浅野は、精神論はあまり語りたくありません。でも必死さ、がむしゃらさ、勝利への執念がなければ技術や戦術がどれだけ優れていても勝てないし、見ている側の人の心も動きません。上手いだけ、綺麗なだけ、かっこよくやるだけでなく、いかに泥臭く戦って 120% の力を出し切れるか。それが、なでしこジャパンの命運を握っています。とばっさり。この試合を最後に高倉監督は退任。そして現在の監督である池田監督に移行していくわけだね。なでしこに歴史あり。この高倉監督時代からは得るものはなかったのでしょうか。もちろん世代交代を図ったことは今のなでしこにプラスになってると思うよ。攻守の中心である長谷川は高倉監督時代に A 代表デビューも果たして前回のワールドカップも経験しているし、今のアンダー20優勝世代の宮沢、南、長野、遠藤を A 代表に初招集したのも高倉監督。そしてその時の監督である池田監督が A 代表の監督になるのはある意味で必然だったのかもしれないですね。池田監督はここまで見てもわかるように戦術面においても申し分ないし、内外で今ワールドカップでの戦いぶりは評価されている。東京五輪のスウェーデンの時とは全く別のチームと言ってもいいけど、ここまで接戦がないのも事実。スウェーデンとの試合で泥臭いプレーが必要になる展開が待っていた場合、そこで進化が問われるってことですね。
そうだね、力を出し切れば勝てない相手ではないけど、そこはワールドカップのベスト8。100% の力ではなく 120% の力で、90分、120分、できれば PK は避けたいけど PK 戦においても、だね。ですね、今のなでしこならやってくれるはずです。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。